タワーマンションとか買うことは多分一生ないと思いますね。地震保険はほぼ入ってもしょうがないと思いますけどね。地震がいつ起こるかとか公言してる人は嘘つきだとおっしゃっておりましたが、最近京都大学の教授の神畑博夫なんとかさんという人が、地震は何月何日に起こるということまで予測はできないが、今の観測技術で2030年から40年までにほぼ確率に南海トラフ地震が起こると言ってました。津波の予想は最大30メートルで富士山の噴火も予想される可能性があると言われてました。これから太平洋側で新教だったり新事業を立ち上げるのは危険でしょうか。はい、ってます、いつ起こるかを公言する人が嘘つきだって言ってて、その30年から40年までの間に起こるよねっていうのは、いつ起こるかではありません。なので、南海トラフは基本的にはそれぐらいの確率で起こるだろうと言われてるんですけど、ただじゃあそれが2050年になる確率もゼロではないんですよね。なので、ほぼ起こるだろうって話で、なので、まあ、言ってればいつか当たるんですけど、まあ、とはいえ、僕は地震が予測できないよねと言ってるんですけど、ただ地震が予測できないっていうのと、地震が来ないっていうのは別の話なので、その要はこう南海にこうプレートがあって、それがずっと沈み込んでて、でそこがビヨンって戻るときに地震が起こるよねっていうのは、まあ、時間の問題で起こりうるんですよ。それが100年、200年かもしれないんですけど、ただまあ、それが分かってる状態で、なんか太平洋側に資産を持つって、要は30年の間にすげえひどいことが起こるよねってなっちゃってるのが分かってるんだったら買わない方がいいんじゃねえかなと思うんですけど、まあでもそれでも東京でいろいろマンションとかになんか家とか買ってる人がいると思うので、まあまあ根性がある人は買えばいいんじゃないですか。最近人工地震とか物騒な話をよく聞きますが、前に YouTube の国会答弁で浜田政務官という人がロシアも中国も当たり前に人工地震できると言ってましたが、311東部の地震はひろきさんどっちだと思いますか。人工地震が可能であるということと、311の東北のような地震が起こせるっていう話は全然違うんですよ。いや、大きな爆弾を爆発させると地面が揺れますよねっていうのは確かにあるので、別に日本でも頑張れば地震は起こせるんですよ。ただ核とかがあるとより起こしやすいんですけど、ただ東北の大震災のようなあれだけの規模の大きなエネルギーは残念ながら今現在の原爆ではエネルギーを作り出すことはできません。しかね、原爆一番ことが必要なのかな。なんか地球上にある全ての原爆を集めても、確か東北のそのマグニチュード7まではいかないとか、なんかそんな感じだったっけ。そう、要はその地震って地球のものすごいでかい土を全部動かすわけじゃないですか。なのでものすごいエネルギー量なんですよ。なのでなんか原爆の1個や2個では全然動かないので、多分原爆1個ぐらいだと体感震度3か4とかだった気がする。3か、なんかラスベガスかなんかでその原爆の実験を昔した時に、なんかラスベガスに行こうか、でそのラスベガスの人たちがなんか地面ちょっと揺れたかなみたいな感じのが震度が来たぐらいな感じで、なので震度6とかそういう建物が揺れてなんか物が落ちてくるみたいな、そこまでの震度は残念ながら地球上の爆発物でやるのはかなり難しいと思います。それってあなたの感想ですよね。ひろきさんが日本に住んでいるとして、首都直下型地震や東海地震に備えるとしたら、どのようなものを備蓄したら、どのような想定をして対応策を考えますか。僕311、2011年の時3階建てのアパートに住んでたんですよね。でその何年か前に11階建ての10階とかに住んでたんですけど、まあなんとなく僕高い建物住むのやめてますね今日本で。大丈夫だと思うんですけど、万が一があった時とか、あと311の時とか停電結構あったじゃないですか。でエレベーターじゃないと登れないみたいなとこ住むとめんどくさいじゃないですか。なのでなんか何かあった時のことを考えると、大して変わんないじゃないですか。例えば3階に住むと5階に住むのって。でも3階だと頑張れば壁伝いベランダから降りるとかできるんですけど、5階はまず死ぬじゃないですか。でじゃあ5階と3階どっちの方が家賃安いかっていうと、3階の方が家賃安かったりするんですよね。なので3階でいいんじゃねみたいな、階段で降りるでもいいですよ。はい、割となので僕タワーマンションとか買うことは多分一生ないと思いますね。
あのタワーマンションで火事になった時ってだんだん火が上がってくるじゃないですか。で一応タワーマンションってあの各階に消火設備があるって言われてるんですけど、その各階の消火設備で何ともならなかった場合ってだんだん火が上がってくるのをこう自分はベランダの下の方で見ていくわけじゃないですか。あ、火上がってるわっていう。でヘリポートで逃げるとかっていうのでも人数の制限があってほぼほぼ役に立たないんですよ。なので多分このまま僕は何十分か後に焼け死ぬんだなって思いながら待ってて火が上がってきて、うわ熱いよって焼け死ぬじゃないですか。まあタワーリングインフェルノって映画があるんですけどなんかその状況を考えるとそこまでして住みたいって思うんですよね。あと前にも言ったんですけど、その知り合いが結構有名な昔からあるタワーマンションの上の方に住んでて、でその朝方に超混むらしいんですよ、エレベーターが。要はその出勤するタイミングでそのタワーマンション全員がエレベーターホールに行くので、なのでそのエレベーターがこう来てもう乗れるの、その列になってるからすぐ乗れないらしいんですよね。なのでその下に行くだけで30分ぐらいかかるらしいんですよ、要はエレベーター待つから。でそのまあ出勤なら仕方ないかもしれないですけど、そのコンビニに行くとかでも片道30分かかるんですよ。で、帰りも10分ぐらいかかって、マンションの下にコンビニあるんですよ。でも、コンビニに行くだけで40分かかるんですよ。そう、八王子の田舎でも家からコンビニまで40分もかかんないわけですよ。なので、すげえ不便っていうのがあって、なので僕はあんまタワーマンションみたいに住みたいとは思わないですね。最近日本の各地域で地震が起こっていますが、地震によって日本が壊滅する可能性あると思いますか？再建が不可能なレベルで。なくもないんじゃないですかね。ムー大陸とか地震でなくなってますからね。なので4000年に1回ぐらいそういうの起こるらしいですよ。詳しくは筒井さんっていう作家さんが日本沈没っていうのを書いてるので、それを読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。住宅の地震保険入った方がいいですか？入るメリットデメリットは何ですか？地震保険はほぼ入ってもしょうがないと思いますけどね。そのご自分の持ち家なのかその賃貸なのかですけど、賃貸だと地震保険ほぼ意味ないのと、あと持ち家の場合ってあれ降りるんだっけ、なんかその東日本大震災みたいなでかすぎるのだと降りないとか、なんか別のもあった気がするので、ちょっとそこら辺でかすぎると逆に降りないみたいなのもあるかもしれないので調べてみるといいんじゃないかなと思います。